基板返してネジと鉄板、ネジと鉄板はこの先だ。やっちゃうか。これとネジ、おロッドだ。ロッド余ってる？多分向こうの貯蔵に入ってんだろう。ネジ、はい。つかどの道ハードドライブねえじゃねえかっていう。まあ解放だけしよう。久々だな。なんかな、大丈夫？飛んでったのが当たったりしない？そうか、これなんか蓋したらどうなるんだろうね。あのこれが飛んでっけどさ、どうなるんだろう。はい、では鉄板とネジ、久々打ち上げよろしく。はい、あとなんだっけ。はいはいはい、エイリアンオーガンと水晶発射器の代替。はいはいはい、まあこれはいいや。これでゴム使うんだね。一応マイルストーンに入れとくか。はい、ゴムと結晶ね。でハードドライブ持ってまた研究しましょう。まず基板を返すぞ。基板基板基板、一番奥じゃねえか。あ、遠いねこれ。ここにも移動用のレールが、ベルトコンベヤが欲しい。移動用と帰り用だよね。やっぱ往復分あるといいよね。あれか、あの逆さまにくっつけばいいんだよ。ベルトの下側は逆方向に走ってるからさ、こう重力無視のなんかモジュラーみたいのを装備してベルトコンベヤの下側を走り抜けるみたいな。止まってる。あ、いいのか。作って、作る必要がないやつか。で、基板がこれ？基板がこれで、貯めとかなきゃダメか。はい。で、こうなる。で、これ回収して、ハードドライブを研究だ。ワイヤーとかプラスチックは足りないのか足りてるのかいまいちわかんねえな。隙間があるようなないような。でとりあえずね、ハードドライブあるよね。2つある。ハブ近くなったけど遠いな。いやーでも随分工場らしくなったんじゃないかね。やっぱ嬉しいですね。こっちでいいか。ほい。あ、で今 AI リミッター持ってたからあれでスマート分岐できるんじゃないか。こっちか。あ、あとあれだよ、リンフォース。よろしく。10分ね。で、リーンホースさ、大体レシピに変えても、どこだ？上か。材料変わんなくて、多分スピードだけ速くなるんじゃない？なんていう妄想を。こうですね。やり方が古い。さあ来た。31、鉄板が10。うん、ネジ使う量変わってないもんね。明らかにこっちでしょう。変えてきます。これ早く欲しかったね。8。はい、これでまた変わってくるんじゃない、比率というかあれが。よし、じゃあ次なんだっけ、 AI リミッターとかやった方がいいのか。コンピューターにいつ行くかだよね。
回路やった。次コンピューターいけちゃうね。やっちゃう？高速コネクタも3つなんだ。リミッターは2つ。リミッター先やっちゃうか。クイックファイヤーか。そこそこ。リミッターが、なんだっけ。結局なんか使うんだよね。スパコンだっけ？リミッター使うんだ。で、高速コネクターにもリミッター。じゃ、違うな。まあ、とりあえず、基板の横でリミッターだろう。オッケーオッケー。やるぞ。基板は向こうだ。それじゃねえ。ほっ。上、なんだっけ、これ。基板、基板。あ、違う。基板向こうか。あ、遠い。やっぱ2個のやつが一番使うんだな。種類が多いというか。まあ、このラインだね。もっと圧縮しないとまずいかね。こことか、開けとく必要なかったかもな。全部開けてるよね、1個。ああ。なんか残ってる。なんだろう、あれ。あら、なんかあった。持てねえじゃん。なんか、入れらんない？モーター、ローター、固定し、あげるわ。はい。コンクリ全然来ないね。これ円ケースだよね。まあ、一括作れてるし。あ、でも数は十分なのか。そうなんだ。これで十分なんだ。マーク3だからか？いいでしょう。こっちでリミッター。土地は足りるだろうか。おっと？なんだこれ。全然取れてないじゃん、俺。ちょっと待って。すげえ邪魔だな。まあでも、置いとくしかねえか。緊急回避。まあこんな感じで一つよろしく。はい。まあいっか、ギリギリだけどな。でこっから来るわけだ。また2種類ですよ。材料なんだっけ。先に、あ、すげえ邪魔これ。分岐が邪魔だね、あれ。自分で置いたとはいえ。分岐。こう。こう。組み立て機。結構近いんだよね。ここだろう。外れ。一個置く。ここの一個置く。あ、もう一個奥だ。あれ？手前じゃねこれ。ちょっと待って。こんなだったっけ？あ、こんなだわ。左のやつよりさらに手前だ。ここより一個手前。ここ。これ合ってるよな？なんかずれてない？ 1 個奥？ちょっと待って。こんなだっけ？ 1 個奥だな。ぴったり真ん中に来るよね、あれ。この足が。あ、ずれてる。あれ？全部？これずれるもんだっけ？あ、ずれてる。あ、全部これ。ずれてるわ。もう一個奥の方がいいな。じゃあ結局ずれるんか。あれ、足が真ん中に来ねえんだな。しかもこれいらねえじゃん。
そもそもミスっていう。一個奥にしてみよう。ここの一個奥。いや、これでいいだろう。はい。ここで AI リミッター。他作ったよね。もう布地とか作ってねえけど、まあまあいいか。リミッター、リミッター、基板とクイックワイヤーね。基板1個しか使わねえんだ俺。クイックワイヤーめっちゃ使う。でこれが出口、基板の出口。上行って下がって登る。クイックワイヤーそこにあるじゃん。あっちか。じゃあ上行った方が楽か。基板は2、3、4、5個。はい、あれ置けない、置けない。こいつか、はみ出とる。はみ出ちゃいけないことが分かった。乗れば。はい、それそれ、上に行って戻る、戻る。でクイックワイヤーは下から来るので、ここまでのやつ。こうこう。運気いるかな。やっぱ基板でしょ。なんかで使うよね。パソコンで使うのか。ああ、多分分岐だな。で、あっちに向かうことになるから、基板は。他の、あまりの基板は、あまりっつうのか？分岐。まあ、こうだろう。はい。はい。はい。こういって。こう行って、で、これは下だね。ほい、ここで分岐だ。クイックワイヤーか。どうなるかな。90でしょ。上からも来る。まあ当然これだ。もう一回実験しようか。先に置いてから。これ置けちゃう。やはり間違いではなかった。でこれだけ引いとこう。ほい、これは分岐しかねえか。はい、何で引いてる。マーク2だ。どうなったかな。そろそろ在庫切れたかな。ちょっと見てみようか。お、空になってる。作んねえとじゃあまずいかもしれんね。ほう、ちょっと向こうの形終わったらクイックワイヤーやろうか。これからってことだよね。もうついに空になりました。でこれを使って AI リミッターで、上から基板が来ます。
いいかな、そのまま引いちゃおう。なんか合ってる形、合ってるか。そこそこ、ではではでは、運気ほい、こうです、こうです。なんか近くね、こうです。あれ、なんかずれてない？だから近かったのか。分岐ここ、ん、こっち、いや、ここ、あ、こうだ、はい、つながる、いける、はい、さあここまで来た。いいよ、材料来ておくれ。基板とクイックワイヤーね、はい。でこれと、はみ出ちゃうと後が大変、はみ出ないように、はい。あれ、で合流だ。こっち AI リミッターね、まあなんかで前使ったよね、スパコンだっけ。まあ貯めとけばいいか、とりあえずは。こここの暗示、あ、まだまだまだ、あった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 、はい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 、びっくりした。勝手に飛んでっちゃった時がある。はい、強化鉄板がなくなる、はい、できた。できてないから、この角度、はい、AI リミッターどれだ、しまう、はい、基板ばっかり溜まってく。クイックワイヤーか、一風間に5個しか使わねえ。クイックワイヤーちょっと仕込みやるか。変なとこ通ってくるね、私かな。燃料が危なかった、気をつけよう。燃料を作ってるとかいいな。いや作ってるんだよな、だからあれをハブのあたりまで持ってきておきたいね。でカテリウム鉱石がこの坂を登っていき、ここに入るんだよな。あ、鉱石向こうか。やべ、燃料がねえの、すげえ怖え。はい、なんか置きっぱなしになってる。はい、インゴットこれ入れとこう、そこに。そこよろしく。4つ120出てんだっけ、あ、こんなかカテリウム持ってる俺、持ってないね。じゃあもう作んなきゃいかんってことだ。で強化鉄板足んなくね、これ。ちょっとギリギリ足りるかな、どうだろうな。
電柱そもそも置いてなくね。今日はやっぱ足んねえなこれな。ちょっと一回アイテム整頓しよう。でついでに戻ってきたんでハードドライブを見ようか。どうかな、3つ目かなこれが。マジでビーコンいらなくなっちゃってるよこれ。あーどうなのか、とりあえずこれにしよう。はい、でドライブ全然まだだね、足りないね。いろんなとこ行かなきゃダメだ。大体が俺今やった、研究。あ、やったね。大体来ちゃったね。これかオルタネートのオーベリスク、どうかな。やっちゃおう、ちょっと知りたい。ブラックパウダーは弾丸のとこまで来てるはずなんで、ちょっと研究だけ解除しよう。ちょっと今あの家庭も途中なんだけど、弾丸は向こうじゃねえか。ここは2種類系でしょ、2種類系の鋼のパイプが目印。ほいほいほい、鋼のパイプが目印。これだ。待て待て待て、違くない？そうじゃないな。そうじゃねえな。俺はブラックパウダーが欲しいんだ。あ、そうじゃねえな。ノーベリスクのとこだな。ブラックパウダー。ブラックパウダー。これだ。結構遠くまで。運んでいらっしゃいますね。あ、50個ねえかもなこれ。あるかい？くれない？当たりねえでやんの。はいはい、あと40個、俺が全て回収する。よこせよこせ、ほらよこせ、行くぞ。逆走できねえ。はい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 、これマーク3？ いやこれマーク2だな。マーク2でも逆走できねえんだな。あと32個、縁を走れば、縁を走ればいける。はい、なかなかシビアだよ。はい、あー乗っちゃった。はい、あと23個。はい、はい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 、そのままついでに家庭レブのとこまで行こう。逆走しながら家庭レブのとこまで行って、いやどの道戻んないといけないんだ俺は。はい、ハブに戻るんだ俺は。ゲットゲット、あと13個くれ。はい、くれ。逃した、許さん。あと5個。はい、空中キャッチすればいいんだよ。俺鋼のパイプ取ったね今ね。はい、これでようやくか。でハブのとこまで戻って、それ危なくない？危ないよこれ、事故しちゃう。で、ノーベリスクの材料が変わる。ビーコンがいらなくなって、なんだっけ、結晶、なんだっけ、なんとか発信機になってたね。やるか。はい、よろしく。あ、ドン。またここで、この右下の仕分けをしてやった気になってたわ。ニューパーツ、あ、これか。なるほど。基本の材料何？あ、そういえばここあれがないね。
アイテムの方、これはあんのか。これが基本、石英結晶とケーブルと強化鉄板だったやつが、大体をやると、あ、わかんねえのか。これはあくまでコストだもんね。また別の材料は多分別だよね。同じかこれ材料。まあいいか。で、ノーベリスクの代替をやったので、ジャンプで欲しいな。ノーベリスクは向こうだ。でビーコンがいらなくなってどうなる？これビーコンでしょ？すっごい作ってるよね。あれ、ためてないのか。まあいいか、ためる必要ねえよな。ここで十分だよね。そもそも2台いらねえよっていう。で、これ。ああ、やっぱ楽。大体の方がいいんだ、基本的に。ガンパウダー、ブラックパウダーとパイプが2倍になって、ビーコンの代わりに発信機になって、で、3つできるんだもんね。この結晶をもし作るようになったらまた考えようか。今んところ、やることなし。大体重要だね。どんどん研究したいところだ。で、カテリウムやろ、カテリウム。あっちか。これに乗るぞ。これは大体罠だ。ここも罠だ。ジャンプ。道に沿って。落ちた。カーテリウム。ほいや。あっちか。向き違うんだよね。まあ、一回やってみよう、これで。で、電気まずつけちゃうか。こうだね。ついてる、ついてるね。こうか。向こうなんだよね、本当は。全然届かない。まあ、ここでいいか。横からやる？それでいいか。作り始めた。はい。これで出てきます。これでカテリウムのインゴットがバンバン出てきて、はい、さてどうしよう。どの道チカチカするな。どうすればチカチカしない？上向けばいいのか。ここオッケーね。まっすぐ行けばいいのか。まっすぐ行きます。上向けば大丈夫。ちょっと違うな。ここ
ですね。オッケーオッケーオッケー。さあここまでできればもうあとは、よし、あいよ、今のところ満タンだ。ためなく、いやためとかいいか。はい、あれ設定しなかったっけ、して、あ電気か。インゴット15個か。あ全然インゴット余るねこれ。多分今120作ってるでしょインゴット。これダルダルに余るね。そっか、まあまあまあいいか。最悪これ組めた時バンバン増やすしかないね。やってねえし。これね、電柱がここ予定。はい、あれでこれとそれ、はい。さあこれでいいんじゃないだろうか。インゴット余ってるような、どうしよう。ここもあるしな、当分持つだろう。なくなったらやっぱ増やそう。それでいいだろう。ああオッケーオッケー。でクックワイヤーがここを通り基板に、違う、 AI リミッターになると。ああ向こう止まってんね。何に使ってたっけ、リミッター。はい、でバンバン溜まってますですね。でこれができたということは次に必要なのが高速コネクターか。これまでできた。でコンピューター先か、次コンピューターか。コンピューター作ってその隣で高速コネクターを使ってその隣でスパコンか。発信機か。あー4台のところちょっと足んねえかもね。そんなことないか、4台、あでもまだまだこっち来るか、まだあるか、ぶつかることもねえしな。どっちかっていうとこの2台系の方がやばいか。そろそろ見えてきた向こうの山が。さあというところで今日も結構やってたんで今回はここまでにいたしましょうか。止まってんな、これヘビーモジュラーかな。お？この先がヘビーモジュラーか。これ溜めてんのか、ここはこれでですね。ヘビーモジュラー結構つくの遅いんだね。という感じで必要なアイテムもだんだん揃ってきた。スパコンの量産ができたら行ったことのないとこまた冒険に行ってハードドライブを探そう。サム鉱石とかいつ使えるようになるんだろうな。サムか、これがヘビーモジュラーと。オッケー、どのくらい溜まった、なかなかだね。やっぱ遅いね、大変だよこれね。オッケーオッケー。で、マップ的に、全然いけてないんですよ。ね、なので、エクスプローラーをやったりとか、あと、レーダータワーを置きに行ったりとかって感じですね。まあ、でもまだ次回はスパコンをやるまでだ。そこをやってから冒険にまた出よう。ということで、今回はここまでにいたしましょう。また次回。それではまた。